こんにちは、アルです。さあ今日はですね、久々に調査依頼をこなしていこうと思います。確かにこれなんだろうね、こちらです。じゃじゃーん。狂気のレイレーンさん、ありがとうございます。アルさん、調査依頼です。バトルステージに富士坪スポーツクラブがあるとき、ニュースで姫ちゃんが靴が借りられる的なことを言っていました。その靴は靴屋で買えるものらしいです。その靴が一体何なのか調査お願いします。うん。ということなので、ちょっと見てみましょうね。実はこの、今撮影する前にちょうどね、テンタクルズのニュース撮ってたら、ちょうど、富士坪が来てて、しかもちょうどね、セリフを言ってくれたんで、一旦そっちの、映像をご覧ください。はい、ということで、まあ、レンタルできるってことは、富士坪スポーツクラブに行けば何かわかるかなと思うんで、ちょっと行ってみましょう。散歩とかでね。イエーイ、これ久しぶりだね。はい、やってきました。あ、多分クラゲが、おったな、壁登ったりしょるけ。奴らの靴を見れば、わかるかも。おったおったおった。ん？あ、アサリか。あ。あいつら靴履いてないんだった。そうだった。うわー、しまったな。お、アロメ。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、なるほどなるほど。ちょっと待ってよ、この中にも、ぴょん、ぴょん。っていうラッシュクラゲちゃんがいるけど、靴履いてないんだな。そうか、そうか。うわー、しまったな。いや、でもなんかヒントはあるはず。そうだね。やっぱり、多分、あれだな。やっぱりスポンサーのね、ことはやるけど、ああ、こっちにもあるな。あの、アロメ、ああ、でも、ピンクのマークあるじゃないですか。あれ、アロメのブランドのマークなんですけど、あれが一番目立つところにあるけ。ほらほらほら、こっちにもいっぱいある。ここにも、あそこにもあるでしょ ?1、2。やっぱり、レンタルとかしとったらスポンサーになってると思うんですよ。なので、一番多いやつじゃないかな。で、ピンクはあそこ。ピンクの数数えてみよう。絶対そうだ。このスポンサーから割り当てるっていうね。ちょっと探偵らしいよ。ここにもあるもん、ほら。リスチからちょっと数えてみようか。割り当てるっていうね。ちょっと探偵らしいよ。ここにもあるもん、ほら。リスチからちょっと数えてみようか。割り当てるっていうね。ちょっと探偵らしいよ。ここにもあるもん、ほら。リスチからちょっと数えてみようか。じゃいーん。じゃん。はい、もういきなり、ここにあるもんね。はい、1。もうメインスポンサーですよってことじゃん。1でしょ？で、こっち降りたところは、ないのかな。なさげだね。で、まぁ、ちょっとあそこのは置いといて、こう来たところでもう一個あってね。2。うんうんうん。で、真ん中とか、こういったところにはなさそうですね。部屋の中とかどうかな？あ、これか！ここあるじゃん、靴。ふふ。これだ、これだ。これなんだ？え？
ちょっと待ってよ。こっちにはないな。ペチペチクラゲがおるだけだ。いやー待てよ、解決しそうだぞ。よかった。あれだ、このね、部屋にあるこの靴ですね。多分これレンタルでしょう。片足ずつ置いてあるけど、これ何の靴だ。ちょっとこれ覚えておきましょう。黄色と黒の、箱とかに、わかんないな。そう、あ、いっぱいある、いっぱいある。絶対あれじゃ。あれレンタルしとるわ、これ。受付で。あ、受け、あ、ここ受付かな。こんにちは。受付、リスチら辺にあるんかな。あ、まあ、美術大学とか、リスチら辺が、ね、警備員さんがおるとこになっとったりするけ。ぴょーん。じゃんと。そこかな、受付。だよね。うわ、クラゲ手伸びた。あ、これ、ランニングマシンか。わかった。ちょっとあの靴を調べに戻りましょう。戻ります。じゃひゃん。はい。というわけで、ちょっと靴をブランドで並べてみて、アロメ。アロメにあるんじゃないかな。アロメの、これじゃないな。黄色と黒だったよな。とりあえず色的に似とるのを探してみましょうか。これはちょっと違うな。黄色と黒は、そんなにないし、色は、これも違うね。インクによって変わる可能性があるけどね、スプラトゥーンはね。ちょっとさっきの、いや、むずいなぁ。2個、あれがあるね。あの、あれが。あ、これだ。ボルダーシューズ、葉桜。あ、確かにね、そうよ。ボルダリングするところだけど、ボルダーシューズだ。うおー、見つけた。でも、色はちょっと違うな。葉桜ついてないやつかもしれん。売ってるかな。ちょっと行ってみよう。ああ、売ってないな。ボルダーシューズ。広場で誰か履いてないかな。君、ボルダーシューズじゃないね。君たちも、ちょっと違うな。ボルダーシューズ。いるか？おらんか？むむむ？違うよな。ボルダーシューズいないかな。頼むよ。ボルダー、ボルダー。いないな。いねえな。じゃん、じゃん。あー、おらんか。下駄じゃん。下駄じゃん。ご神君。バンカラコロン。なるほどね。てってってと。じゃん。エンペリアルカイザー？似てんな。僕もたまに深海レザーブーツ履くんで、一緒ですね。おらんな。いやー、しかし、あれだな。どこ行った？しぐれにの、あれだったよね。しぐれにの、
ボルダーシューズ、これこれこれ、絶対これだ。ちょっとね、こう曲がっとる、履いてみようか。よいしょ。ほら、2個のこうバンドみたいなやつがあって、でかかとの前にこういうラインがあるでしょ。でちょっとね曲がってんだよね。うわー、見つけちゃったぜ。この葉桜じゃないけどね。オッケー、姫ちゃんがこの靴をね気に入ってましたんで、ぜひ使ってみてください。ませませ。オッケー、戻りましょう。はい、この靴です。ボルダリングしやすそうですね。オッケー、ありがとうございます。スプラトゥーン噂調査団では今回のような、なんかニュースのところで気になったところをね、あの調査依頼っていうのも受け付けております。ちなみにこれ、あのだいぶ前にもらってたコメントだったんですけど、ちょうどね、あのニュースを録画、普段ニュース録画しないんですけど、録画してて、しかもちょうど来て、あ、こういうのあったなと思って調査したらね、まさか、まあ、答えわかるかな、どうかなっていうのは、やってみるので、まあ、もしかしたらわからんかもな、みたいな感じで調べたんですけど、実は、あそこに飾ってあってよかった。しかも、ちゃんとしたな、クズがなってね。よかったです。え、ちなみに、しぐれにって、どんなマーク？ちょっと待ってね。あんなマークあったっけな。あったあった、箱に書いてあったわ。なるほどなるほど。オッケー。はい、というわけですっきり解決、よかった。しかもね、アップデートでローラーちょっとね横振りが広がったんでね、ローラーちょっとこれからも使っていこうと思いますので、よろしくお願いします。何をお願いされたんだみんなは。オッケー、じゃあ今回は久々にここで終わろうと思います。じゃあねー、バイバーイ。せい、決まった。